はい、今回はドコモの雑談やっていこうと思います。今回の雑談内容なんですけれど、こちらになります。これね、昨日上げた動画にコメントいただいた内容なんですけれど、ここでね、また新しい事実がドコモで分かったのでお話していこうと思います。動画ってすごいですね。動画やっているといろいろなコメントをいただいて、その度にね、新しいこと、ルルカの知らないことを教えていただいて、またそれをね、調べる機会が出てきてね、で、調べてみると面白いことが発覚するみたいのがあって、今回はね、この方がね、コメントいただいた内容なんですけれど、近所のドコモショップでお持ち帰り手数料43,200円で頭金18,800円。で、iPhone XS Max 512GB が25万だった。っていう風にコメントいただきました、このコメントね。まあ、正直ね、このお持ち帰り手数料っていうのが分からなくて、まあね、分かんなかったんでね、とりあえずね、頭金分かるけど、手数料分かんないんでね、ちょっと聞いてみたんですけど、まあ、とりあえずそれはね、現金かクレジットで払ってもらいますって言われたってことだったんで、まあ、とりあえずネットで調べてみました。で、そしたらね、驚きの事実が発覚しました。まあ、驚きってわけでもないんですけれど、なんと、頭金に関してね、散々ルルカお話してきました。ドコモの闇っていうよりも、全キャリアで取ってるものなので、別にドコモの闇ってわけではないんですけど、頭金の闇ってことで、頭金っていうのは基本的に手数料みたいなもんだよってお話しさせてもらいました。店舗独自の手数料みたいなもの。このね、頭金って言葉、言い方悪いよね、みたいな話していました。まあ、手数料取るのはお店が成り立たないのであれば、それは仕方ないことではあるとは思うんですけれど、まあ、頭金ってその勘違いさせる言い方悪いよね、みたいな感じでお話ししていました、何回かに分けてね。この、お持ち帰り手数料ってやつは、頭金と同じですね。もののようです。で、なんか自分で検索した感じだと、お持ち帰り料金みたいな感じで記載されているようです。もしかしたら店舗によってはこのお持ち帰り手数料って書かれているのかもしれないし、お持ち帰り料金で書かれているのかもしれません。ちょっとニュアンスが違うのかもしれない。頭金っていうのは統一した頭金ではあるんですけど、この辺に関しては独自の言い方なのかな、言い回しなのかな。で、書いているようですね。見てみると、まあ、同じようにね、頭金とは書いていないんですけれど、実際に頭金の部分にこのお持ち帰り料金や手数料っていうのが記載されて、まあ、同じようにね、この1万800円だったり、数千円だったりというのが記載されているようです。ちょっとね、ルルカの周りの店舗では、すべてね、頭金って表記がされていて、そのお持ち帰りなんとかって表記がされているお店が一個もなかったので、知らなかったんですけど、どうやら地域によってはこの名前で頭金を取っているお店もあるようです。どっちが先なんだろうね、お持ち帰り料金っていうのが先にあったのか、頭金が先にあったのかわかんない。ですけど、まあ、もしくは頭金って言い方がちょっとなっていうのがあるんで、少しでもね、名前を変えようとしてお持ち帰り料金っていうのだったりとか、お持ち帰り手数料っていうのを変えたのかもわかんないんですけれど、調べてみる感じでは頭金とお持ち帰り手数料っていうのは一緒のもののようです。ただね、こう注目する点がこの金額なんだよね。お持ち帰り手数料と頭金両方取ってるお店っていう情報が出てこなかったりとか、まあさすがにね、この4万いくらっていう表記はされていなかったので、自分の調べ方が違って、もしかしたら違う部分の手数料なのかもしれないんですけれど、とりあえずね、少なくてもお持ち帰り料金っていうものと頭金っていうものは一緒ってことで、地域によってはそういう表記されている場合もあるようです。なので自分が散々ね、頭金っていう言葉には注意した方がいいですよと話してきたんですけれど、実際はね、頭金以外の言葉で表記されている場合もあるようです。それにね、もしかしたらこの頭金って言葉自体もショップがね、共通で使わなきゃいけないって名前ではないのかもしれないですね、頭金っていうのが。もしかしたらその名前っての変更できる可能性があるのかな。だとしたら今後頭金っていう言葉が、まあ、自分もね、動画でいっぱい散々頭金の闇に関して話したので、頭金って言葉が使いにくくなったら、もしかしたら違う名前を使って、なんとか手数料とかね、そういうので、つくのかもしれない。ちょっとね、これ見て怖いなと思いました。お持ち帰り料金とかお持ち帰り手数料って意味がわかんなくて、そもそもね、基本的に、購入したものってお持ち帰りするんで、持って帰るのは前提当たり前だと思うんだけど、お持ち帰りするのに手数料だったりとか料金がかかるっていうね。まあ、頭金って言葉自体もかなりおかしな話ではあったんだけど、何なんだろうね、そのお持ち帰り料金だったり手数料っていう響き。まあね、ちょっと今回そういう風に、新しくね、頭金イコールお持ち帰り料金っていうのが発覚したので、とりあえずこういう風に動画にさせてもらったんですけど、申し訳ないんだけど、ルルカの近くに頭金以外の表記してる店がないので、まあ、ぜひね、よろしければ、コメントでいただけると嬉しいです。似たような料金取るところだったりとか、そういう、頭金って響き、頭金って言葉ではないんだけど、頭金と同じように店舗独自の手数料みたいなものではあるんだけど、実際はね、頭金って表記じゃなかったよみたいな、こう、情報をね、いただけたら嬉しいです。もしかしたら、まあ、どっかの地域、一部の地域だけとかね、わかんないんですけど、そういうとこではもしかしたらその頭金って言葉は使われずに、違う名称が使われてるかもしれないんで、まあ、それに教えていただけたら助かります。ルルカのね、周りにあるお店っていうのは見に行くことできるんですけれど、さすがにね、他県とかに行って、そのドコモショップを見て回るとかっていうのは、今のところ予定がなくて、まあ、今後ね、こういう風に、いろいろやっていって、かなりね、人気の方が出てきて、まあ、いろんなショップ見に行ってくれよみたいな感じ言われたら行くかもしれないんだけど、基本的には多分、どんなに頑張っても静岡、
の、まあ、ちょっとね、離れた場所にあるお店に行ってみるとかぐらいが限度だと思うんで、まあ、他県とかでは行くことないと思うんで、もしかしたらね、その他県独自のルールですかね。自分が住んでるのは静岡になります。静岡には静岡のルールがもちろんあるのかもしれないし、もしかしたらその他県には他県のね、いろいろなルールがあるのかもしれません。そういうね、なんか、その自分の知らない情報、もしよかったらね、こういう風に動画って、ある意味ね、まあ、全国ではなくて全世界にこういうに配信できて、まあ、全世界って言っちゃう規模だとね、まあ、ちょっと違う話にはなっちゃうと思うんだけど、まあ、いろいろなね、地域で独自のね、そういうサービス等々があると思いますので、よろしければね、面白いサービスだったりとか、なんかね、自分が、まあ、ルルカがこう動画でいっぱい話してると思うんだけど、なんかね、うちの地域と話してること違くないみたいな。うん。なんかお前、前から思ってたんだけど、そんなシステムうちの周りにないぞみたいなとかね。そういうの教えていただけるとね、すごい面白いと思います。自分の住んでる地域が行ってるサービスっていうのがね、スタンダードって思ってしまうと思います。自分もそうです。完全に静岡で行われてることってが当然だと思っていました。なんだけどやっぱね、頭金一つにとっても、自分の地域ではね、頭金、ドコモショップは全部取ってるけど、家電量販店はね、ほとんど取っていないで状況。なんだけど、地域によっては家電量販店でも頭金取るのが当たり前の地域もいっぱいあるようです。っていう感じでね、まあ、いろんな地域差っていうのがあるようなので、まあ、よろしければね、まあ、こういう感じのね、何？もしかしたら地域によってはお持ち帰り手数料だったりとかお持ち帰り料金っていうのプラスアルファ頭金取る地域あるのかなみたいな。申し訳ないけど結構すごいよね、それは。と思うんだけど、これがもし本当に手数料だとしたら、5万円超える手数料になるんで、まあ、そうなってくるとちょっとね、ほんともっと声を大にしなきゃいけないのかなとか思ってくる部分あるし、まあ自分はね、確かめていないんで、そういう風に言うことはできないんですけどね。とりあえず、存在するっていうのは分かったので、ちょっとお知らせしました。はい、まあそんな感じでね、今回この辺で終わろうと思います。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。いろんな地域の方からのコメントいただきたいので、よろしければコメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。